おい、そこの。さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。こういう時は自分から名乗るもんじゃねえのか。俺はハンネス、一応駐屯兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか。そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば、104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか。あいつらも肉親をなくしててな、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。そんなに肩肘張って喋んなくてもいいんだぜ。もっと気楽に話しかけてくれよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。